は明日の全国の天気をお伝えします。まずはリポートを見ていきます。こちらは、千葉県木更津市のとこちゃんさんからいただいたリポートなんですけれども、想像よりも綺麗な景色でしたと、見事な夕日のリポートが届いてます。今日は本当に関東はですね、よく晴れて本当に見事な夕日が見られたところが多かったと思います。ただですね、続いてこちらの、大阪のリポートですね。こちら大阪松原市の松ピーさんからいただいたリポートです。あられが降ってきた大阪では珍しいかなということで、こちらですね、あられが結構激しい降り方ですね、あと雹とかのリポートも来てたんですけれども、結構ですね、激しい天気になっておりました。では明日の天気はどうなるか、アイコンを見ていきましょう。はい、こっちか。はい、ですね、明日の天気は、冬型の気圧配置になりますので、太平洋側は日差しが届いてお出かけ日和なんですが、北日本や日本海側のエリアこっち、はい、この辺りは、雨や雪となります。で、特にですね、札幌含むです北海道の日本海側では、急な積雪の増加や吹雪に注意が必要なので、十分ご注意ください。あとですね、こちら晴れるエリア、晴れるんですけれども、冷たい風が吹いてぐっと寒くなります。今日よりもだいぶ寒く感じますので、暖かくしてお出かけください。はい、以上明日のお天気でした。今日も一日お疲れ様でした。